さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、きらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。この2日間学んだことを入れながら、この綺麗な新宿を守っていきましょうというメッセージをみんなで作ってほしい。宍道湖を中心に汽水湖で暮らす生き物や産業、海とのつながりを学習する海と日本プロジェクト in 島根オリジナルイベント。汽水域で暮らすさまざまな生き物を発見した一方で、塩分濃度の変化や海の酸性化、ゴミ問題など、そこで暮らす生き物の生活に影響を及ぼすさまざまな問題にも直面しました。学習の最後には宍道湖を守っていくためのメッセージを考えたんですよ。ゴミの問題はあるから、ゴミを捨てないように呼びかけようと思って、ゴミを書いてその上にバツ印をつけました。魚とかも減ってきてるっていうことが分かったので、楽しそうな感じの湖を描きたいと思って描きました。今よりももっと綺麗でたくさんの生き物が生息できるような環境になっていったら嬉しいです。宍道湖の生き物を大切にしていきたいからこれを描きました。魚たち、生き物たちになってみて、考えてみて、掃除しようとか綺麗にしようって思ってくれたら嬉しいです。これから先、いろんなその海を含むさまざまな環境問題にすごく関心を持って、そこにやっぱり参加しながら、友達の輪をですね、そういうみんなでその動く仲間を作っていってほしいなと思いますね。この先、子どもたちが学んだことを自分の言葉で多くの人に伝え、共に環境を守る仲間が増える、そんなアクションの輪が広がり、いつまでも豊かな環境が守り続けられるといいですね。海と日本。